こんばんは。七夕なんかもそうなんですが、夏の思い出についてちょっと考えてみたいと思います。夏が来たというふうに思うのはどんなところで思うかということを考えてみると、そうですね、記憶で言えば食べ物かな。例えばね、私の最初の夏っぽい食べ物の記憶っていうのはわらび餅なんですね。多分神戸に住んでたまだ2歳以前のことだと思うんですが、わらび餅屋さんがね、屋台でわらび餅をね売りに来ただと思うんですよ。で、そこに連れてってもらうのがなんか楽しみでね。で、氷の上にわらび餅を並べてね。で、そして、船型のね、容器にわらび餅を並べて入れて、で、そこにね、きな粉とかね、なんかね、3種類くらいなんかかけてたような気がするんですよね。わらび餅って、そんないろいろかけるかな。で、まあ、とにかく、なんとなく風鈴の音もしてたような気もするし、まあ、ただね、東京の下町と違って、風鈴屋さんと金魚屋さんが来たかどうかの記憶はないんですね。でも、わらび餅屋が来た記憶が残っています。なんだかプルーストの紅茶に浸したプチマドレーヌを口に入れると、日本の水中花のように思い出がパッと一気に花開くみたいな格好つけた体験ではないですけどね。で、小学生の頃のね、こんな夏の記憶っていうと、多分ね、毎朝義務のように、義務だったのかな、あれは一体ラジオ体操ではないかと思うんですね。で、私は団地住まいだったもんですから、まあ必ず、あの頃大規模な団地には中央公園っていうのがあってね、でそこで毎朝ラジオのちゃんとしたスピーカーセットがあったな、そういえばね、大きな音でラジオを流してラジオ体操をやっていたわけです。で、今とね全然違うところはね、あれはなんだ、6時半ぐらいから始まるのかな、その時間に起きて、まあランニング1枚ぐらいでねラジオ体操に行くとね、もう寒いんですね。私の当時住んでいたのはね、埼玉県の川口市の端っこですけれども、まあ多分気温が、記録を調べれば分かりますが、16度とか17度とかだったんじゃないかと思うんですよね、朝はね。まあ、だからランニング1枚で外に出るともうひんやりして鳥肌が立って子供ながら寒いと思いましたね。両腕をこすりながらラジオ体操の会場に行った記憶があります。で、その帰り、まあ、私の住んでいた団地は造成地で山切り開いてね、で、まあ周りは田んぼだらけです。埼玉県県南部にはね、見沼田んぼと言われる、今はあれですか、なんか記念物になってるんですかね、一面の田んぼが広がっていて、で、まあ団地の周囲の道路を回って帰っていくと、散歩してね、朝露に濡れた草がね、こうたくさん生えてるわけですよ。そうね、露草なんかね、生えてましたね。そしてその朝露にこう、ちょっと触りながらね、まあ草の中に入るともう、びしょびしょになってしまうような感じ。朝露なんて今夏の朝の朝露なんて全くもう
東京では経験することがないですよね。まあそういうくらいの気温ですからね。まあ今の気象用語でね、25度を過ぎると夏日と言ったり、30度を超えると真夏日と言ったりしてるのは、まあ私のその小学校低学年ぐらいの感覚では当たり前だったんですよね。夏ってそんなもんだったんですね。まあですから、35度を超える、なんだっけ、猛暑日って言ってるの？酷暑日って言ってるの？今はね。あんな日はね、ちょっと記憶にないですね。まあとにかく、まあ30度を超える日が何日あるかなっていうぐらいで、20度台の日も夏休み中にね、多かったと思います。それを考えると、いかに今が暑くなってるかということですね。で、まあね、若い人はわからないかもしれませんが、まあエアコンなんていうものは、関東のね、ここら辺だったらおそらくいらなかったと思うんですね、東京だったらね。今言ったように、まあ夜は涼しくて、朝方にはもう10度台になるんですから、まあそれこそね、高原の別荘地に行くような感じですよね。だから昼間も、風通しがね、良ければ、もちろんエアコンなんかいらなかったです。そうですね。私のうちが扇風機を買ったのがね、いつぐらいかな。小学校も高学年になってからかな、扇風機を買った覚えがありますね。それまではまあ扇風機いらないで、夜なんかも窓に網戸じゃないね。窓に、レースのカーテンかなんか閉めたままちょっと開けて寝ていたような気がしますね。朝になるとね、カナブンが、部屋の中に入ってたりとかね。で、そういう記憶があります。なんか、よその国みたいですね。で、夏の思い出っていう、エマ・ショーコさんのね、曲に、夏が来れば思い出す、遥かな大勢遠い空ってあるんですけれども、中にね、水芭蕉の花が咲いているってありますが、私も大学時代に、尾瀬の水芭蕉が見たくて、7月に尾瀬に行ったら、もう全部終わっていました。当たり前で、水芭蕉が咲くのはね、5月の連休の頃なんですね。これはまあ尾瀬でもそうだし、あと東北なんかでもそうなのかな。だから、水芭蕉の花が咲いてるのは、5月の連休の思い出なんですよね。でも7月なんかになっちゃったら、まあ花じゃなくて花の白く見えるのはあれは苞。額が変化したもので、その内側に、なんかお菓子みたいに黄色い棒になっているのが、あれが小さな花のね、密集した部分なんですけどね。どちらもなくなっちゃって、ただの茎が尾瀬沼の表面にポコポコニョキニョキ生えているだけでした。まあそういう意味でね、夏というものを考えると、もう今と昔とでは全然別世界に住んでるような気がしますね。まあこれは日本全国いろんなところでね、育った方はそれぞれの夏があると思うんですけどね。